乾燥しいたけ、いや乾燥しいたけ、そうめん締めるぜおい。はい、じゃあね、今日も楽しくキノコを使ってクッキングしていきますよ。料理は楽しくよ。はい、うん、そうだね。もう今日はね、もう料理もする気も起きないから暑いわけがね、やっぱり暑いですよね、皆さんも。連日連夜30度超えですよ。そうだね。ああ、もう今日は、はい、そんな暑い人たちをね、うん、薄くちゃおうと思う。暑い人たちをね、暑い人たちを、うん、もうそうめん、おお、そうめんですよ。前回ね、めちゃめちゃもうこれ食ってれば大丈夫だって言ったそうめん、栄養満点のね、はい、ああ、バッタそうめん、うまかった。ああ、あれ美味しかったけど、うん、もっと、うん、俺は涼しいそうめんで皆さんを救いたい。ああ、そういうこと。そう、心から涼しくなるやつ。そう、なおかつ美味しくね。なんか降りてきた、降りてきた、そうめん神が。そうめん神、うん、おお、そうめんさらにさっぱり食べたい。おお、そんな時は、はい、酸味ですよね。酸味ね。本当ですよ。ああ、ちょっとすぐあの思い浮かばなかった今。あ、酸味ね、酸味ね、酸味、酸味、酸味の中でも、はい、今日使っていくのは梅肉ですよ。おお、梅、梅、今日は、はい、梅を使ったね。もうあと乾燥してた肉を使ってめちゃめちゃ美味しい出汁取っていくんで、おお、簡単にね、しかも簡単にね、簡単に、うん、今日は、okay、 梅を使った梅そうめん、こちらを紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、最初はタレから作っていくんだね。タレから、おー、はい、この乾燥しいたけ、いや乾燥しいたけ、おー、おー、これ飲んでいい、このまま。だめだめだめ、それくらいいい香りだわね。おー、乾燥しいたけ最強よね。浸かりたい、浸かりたい、これ、ね、この汁に、このお風呂に浸かりたい、乾燥しいたけ。そうだね、このお風呂に、うん、と、あと今日使っていくキノコね。お、あ、キクラゲ、これキクラゲ、おえー、これレンジのソースでキクラゲ作ってるんだ。いや、あ、生キクラゲですよ、皆さん。うわ、これはあったらでいいです、でもあったら、あったら、あったら、うん、うん、でね、はい、こちらね、うん、乾燥しいたけは、はい、今日ね、約8g で、はい、これは 150ml の、ね、お水、お水でね、はい、戻したんだね、はい、ああ、月給まだらもう作っていっちゃうから、両親、はい、これ切って、これ、え、え、これこう千切りみたいな感じで、俺いいんですか。いいよ、これはやっぱここ切る、ここ切る、あ、最先端はね、あ、切る、うん、うわー、で、どう切る、こう切る、そうね、こう切る、そうだね、おい、だいたい千切り、あの麺と絡むように、あ、麺と絡むように、あ、オッケー、あ、いいじゃん、いいじゃん、それ切ったら、はい、ここに戻して、あ、うん、いつもの、いつもの、この間のね、この間のやつ、うん、この間の、こんぐらいで大丈夫です、先生、大丈夫です、おい、はい、じゃあそれ全部あとそれでよろしくで、わかりました、はい、黄金色よ、これすごいよね、この黄金色、これもう黄金の出汁なんだ、これ黄金出汁ね、黄金出汁だわ。じゃあ次ね、この圧倒的に美味しい生キラニ、おお、これマジプリプリなんだよ、生キラニってね、あ、好きでしょ、大好きね、大好き、大好きでしょ、うん、ああそうなのよ。これを今日はだいたい 30g くらい、おお、うん、はい、これを、うん、千切り、オッケー、はい、同じぐらいでいい、同じぐらいでいい、オッケー、全部や、もうちょい細くていいかな、キクラゲは、あ、はい、麺なのかって間違えるからね、先生、うん、だいぶ、うん、ちょっと太いのもありますけど、あ、大丈夫です、それはもうね、食感のコントラストってことで、ね、愛嬌ってことで、はい、食感のコントラスト、これは入れていく、入れていく、おーい、入れていくよ、入りましたわ、ちょっとでもボール小さいな、それで、え、言うたやんな。こちらのね、脇目のね、ボールにちょっと移しますね。あ、せっかく綺麗にやっていただいたけど、ね、はい、そしたらここにおい、みりんとお酒を入れていく、みりん、お酒、はい、みりん、あれ、大さじ2 今日何、急に俺なの、そうだよ、うん、みりんね、手際よくよ、オッケー、オッケー、オッケー、うん、大さじ2、1、うん、
はい、2入りました。はい、はい、2入りました。はい、次、酒。酒、はい、はい、酒2の。はい、酒2。はい、酒2。はい、すみません。はい、すみません。アシスタント。アシスタント。酒2を。酒大さじ2。酒2。おい、1。はい。はい、2。はい、はい、はい。あれは、給料カップ。給料カップ、冷蔵庫。冷蔵庫。なんで計量カップ なんで計量カップ冷やしてた冷やしといて俺あ、冷やしてたんだ、うん、あ、そっか、うん、これで90あ、これで90、うん、これで90ちょっと濃いめの味付けで90、90いっちゃうじゃあこれ飲んでいきますダメ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 あ、ダメダメ、はい、はい、90、はい、入れてんのうん、入れてんの結構冷えてるよ、これうん冷やして計量カップ冷やして、うん、冷やそう、うん、はい、鰹節はい、はい、これ入れて全部うん、全部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 ドンといくぜドンといこうドンドンよしよしで、味の素おっおえぇ、ー、早いね、うん、俺より早いんだそう取るのしかも今6位だから大丈夫大丈夫まあニュアンスだからこれで混ぜる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 オッケーおーこれで、うん、ラップをせずにねもう煮切っていきますおっ言いたかった俺煮切るってあ、言っていいよ言っていいよ煮切っていきますはい、はい、で、熱くなるまでね皆さんやってくださいねこれね600ワットね、うん、そうじゃあこれねお煮切ったやつね煮切ったねあー煮切ったおこれはやばいねすごいよ、ね、すごい、ね、すごいすごいこれじゃあ熱々だとちょっとやっぱりさっぱりしないんで、はい、このままちょっとね冷やしてるんですねおオッケーよしじゃあ冷やしてる間にねおじゃあ何をするかとクソ熱い時はい、うん、俺はねもう酒飲みおーあれもうあるよ、ね、ハイボールハイボールおーらサワー作ってくるおーい、おーもう焼酎こんぐらい積んでるおーあー炭酸こうやってこうでしょこうやってそしたらこのレモンねこれをねキュッキュッとこう絞ってねよしカップにするべオーケーうん、うん、これでね熱さしのぎましょう皆さんねあはいじゃあ、はい、レジそうめん茹でてオッケーな1分半でしょこれ1分半よちょは測ってよあはい黙って見てないで何やってんのどうしてやんのこれ1分半よ入ってる入ってる入ってる4321、うんオッケー、これも開けるよ開けるよ開けるよ開けて開けて閉めて閉めて閉めるよはいはいはい水でねキンキンに閉めましょうねそうめんをね皆さんね熱いんでこのねそうめんにあの氷入れてねはいはいオッケーオッケーはいそうめん閉めるぜおいそうめん声太くなっちゃってんじゃんおいあ、でもそうめんをね、盛り付けていきますからもうお皿にそうめんもうちょっともう手でいっちゃうよ俺はほんといっちゃえやあのね、俺のちょっとこだわりポイントあるね、うん、このそうめん作るにあたって梅肉、この梅肉これ、みじん切りにしたんですけど、梅肉ね、うん、うん、これはもうそうめんに一回こうやってやっちゃうこうやってやっちゃってそうめんと混ぜちゃうおーうん、そうめんと混ぜちゃう、一回ね、うん、このタレあるじゃん、うん、このタレも少し入れちゃってこの段階でおこんぐらいこんぐらい入れちゃって混ざりやすく、ねうん、混ざりやすくこれ一回混ぜちゃうこっちの方が、うん、もうさっぱりしすぎるのよやっぱりいいねうんやっぱさっぱりしすぎる方がいいでしょやっぱりしすぎた方がいいね梅肉と麺やっぱり絡みたいでしょ、うん、絡みたいでしょやっぱり絡み合いたいのよ絡み合いたいね、うん、絡み合いたいの絡み合いたいの、うん、もう本当に絡み合いたいのもう本当に絡み合いたいよ、うんうん、そしたらあとはね綺麗に具材を盛り付けていくよっしゃこのおっこれね出たよ、うん、このキノコたちこのキノコたちをまずこうね添えていこういいねいいでしょりょうじきくらげ切れてないよほらあははははははってことだね愛嬌だね愛嬌ってことだね愛嬌だねそうだねうんじゃあこのきゅうりおうんきゅうりはだいたいこの辺にこう持ってきちゃうすごいね、半分くらいでこんな量あるんだね、きゅうり。そうね。千切りすると。うん。そしたら、みょうが。みょうが。みょうがね。これ、みょうがも、絡め合うように。絡むね。ああ、絡み合うように。じゃあ、この梅肉ね。はい。梅肉。この乗せていく。おお、うん。そしたら、この横に、このしそ。しそ？しそ。うん。うん。これ、こんな感じで乗せていく。おお。うん、うん。
いい感じやないですか。いい感じ、いい感じ。そしたらもうこの秘伝のタレ、俺はでもぶっかけるだけなんですよ。こんな感じで、もうカメラもびっくりしてちょっと曇ってきちゃったね。俺らの熱気で曇ってきちゃったね。曇ってきちゃったよ。最後にこのレモンをね、ここに添えてあげる。おーい、はい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 。じゃあね、はい、こちらでもう完成しました。誰でもさっぱり生き返る、お最強うめえうめえそうめんの完成でございます。おい、いいっすか。さっぱりこれ、さっぱり。いただきます。おい、おいい香り。うん、おお、うまい、うめえ、おお、うまい、おお。これはね、夏バテ知る君、食べた方がいいよ。おい、めっちゃうまい。まあ、ほとんどリュウジ作ったからね。うん、食感もいいわ。いいでしょ。うん、じゃあ俺も行くぜ。うん、いただきます。あらら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 、出ました。これは激ヤバそうめんだわ。これ、これはうまいぞ。うめえうめえそうめんだ、本当に。これはうんと、これさ、カツオの出汁も効いちゃっててさ、で、なおかつ乾燥した時はやばいわけじゃん。で、それにね、梅が合うんだわ、これ。酸味やっぱり効いてて、すげえうめえ。すげえうめえ。これね、絶対これ試してほしいね。試してほしい。大体のご家庭に乾燥しいたけあればいけんじゃん。いける、いける。これはやばいっすよ。どのレシピ番組の紹介されているそうめんよりも美味しいな。本当に。でも美味しいよ。多分 YouTube の中で一番うまいと思う。うん、そうめん。すごいすごい。そこで自信あるわ。うん。レンチンでしかも作れるしね。そうだね。ということで、はい、僕たちはね、美味しいきのこ料理をね、ご紹介していますので、ぜひね、みんなね、チャンネル登録とね、はい、高評価、うん、ぜひね、よろしくお願いします。本当に心からね。これからもね、どんどん配信していきますので。そうだね、食べてみて美味しかったよだったりとか、うん、もうこれ入れたらもっと美味しいんじゃないのみたいなのね、あったらね、ぜひコメント欄にね、そう、書いてください。ちゃんちゃん、それをね、また参考にレシピをね、僕も考えれたら、ね、そうだね、すごく嬉しいんでね、うん、あとね、いろんなね、これやってみたい企画とかもね、ありますのでね、はい、ぜひそちらの方も皆さんご覧ください。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。ほんと、ワンコそうめんしたよ。ワンコそうめんしたいね。ワンコそうめん何杯いける？184かな、俺は。俺は1427杯。1427もいく。うん、全然いける。もうこれ多分ね、無限にいけるわ。やっぱりさっぱりだもんね。うん、めっちゃパッサリ。